ャンプル旅行。ああ。2万しかないです。お酒飲みたい。お酒飲みたい。神戸牛行って有馬温泉。で、恩返しもね。やってもうた。くそ。お、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 お前、さすがに。あかんぞ。飲み物とかを助けていただいたものなんですけど。はい、どうも、浮田瑠璃くん。あつや。シャナ。こらえ。キャンプ旅行。ああ。ということで、今から1泊2日、兵庫の方まで行きましてですね、いろんな旅行をやっていくんですけども、競馬、競艇、パチンコなどなど、このギャンブルを楽しみつつ、旅行をやっていくという。おう。じゃあ、行きましょう、もう。ちょっと待った。何した？楽しい旅行、行きたいとこもいっぱいあると思うんですが、一つだけルールがございます。泣きもう。おい、いらんけどな。どうした？今回の旅行、旅費が決まっております。ご飯とか食べたい。ご飯とか食べたい。お酒飲みたい。お酒飲みたい。温泉行きたい。温泉行きたい。2万しかないです。いや、絶対無理やん。ギリギリやん。この2万。ただギャンブル旅行、その軍資金を増やす方法もう分かってると思います。これを増やして豪華な旅行にしたらいいってだけの話。そういうことです。お前だけは言うなよ。なしで。お前なしで。こっちだよりかよ。頑張れよ。俺にお前せんやあげるな。向こう行け。遊んできていい。遊んでいこう。一発目は競馬ということで。はい。おお願いします。任しとけ。久しぶりやんな。久しぶりやねん。禁じられてんのか。禁じられてんねん俺。そっかそっか。めっちゃ楽しみやなこれ。なるほど。昨日はなんか編集とかやってたけど、ずっとあの園田の競馬表を見ててん。ずっと。はい。ずっと。せよ。頼りにはしますので。任してください。よっしゃ。園田競馬。どうした。言い忘れてました。何？実費使うの NG です。もし負けたらしてご飯食べたいな。コンビニでおにぎり2つ。済まそう。こんなんもダメです。はいはい、全部ここでやりくりするってことだ。そういうことです。今回の旅行はその2万でやりくりしてもらうという。ゆうともか。関係ないです僕は。おお、じゃあまあゆうとも気をつけつつな。トイレとかでご飯食べる。いじめられっかいないか。その価格欲しいな。まず園田分かっていきましょうか。はい、行きましょう。せーの、笑う角には福来たね。さあ、ということで、今現在園田に向かっているんですけれども、はい、まあ今日大勝ちするでしょう、うん、はい、何をしたいかというところですね。いいね。4万、5万。5万ありゃせやな、ヘイブ旅行できるからね。せやな、確かに。5万まで上げれんのかな、競馬で。上げれる。マジっすか。任してくれ。返し率何倍だっけ。 220% 消えるやろ。もうどんぐらいできるの。もうリアルに教えて。生きらんと言おうか、ほんまに。うん、ほんまに。その動画やからとかじゃない。でもその回収率 220% の男やから、うん、で2万かけたら4万4000。え、じゃあ競馬でも2万使い切るってことですか。え、あかんの。いや、え、その倍、ほんまにできるの。え、したい。2万。いや、お前競馬したいだけやろそれ。いや、違う違う、全然違う。いや、そうや。焦り方がお前そうや。全然違う。だってお前それもしミスったらほんまに終わりやで。え、もうマジでこれボツやん。昔の処刑みたいにすんだよ。どんな。片足馬に引き付けて、違う馬にまた片足引き付けて、また先側に八つ先の。え、今日ってゆうとさん、はい、なんかあったりするんですか。他の競馬、パチンコ、はい、2日目に競艇って。じゃあ今日パチンコも控えてるってことでいいですか。パチンコやばいな。あ、パチンコやばいな。パチンコ任して。え、マジ。うん。え、なんか外してたよ。そうなんよ。前、あの、アマデジな。
あー、そうね、うん、あんなアホや、あんなアホ、カスが打つやつ言いすぎやろ、結構おるって。そこの軍資金も頑張るから、そこ計算しとかないと。そこ聞いたら俺が競馬もな、頑張るかもしれない。あー、むっちゃ多くて6000やな。勝てんで、パチンコ6000。6000って結構すごいぞ。すごないって。だから声を大にして言うなって俺がそんなすごいやつみたいになってるやん。一人で6000円って答えて、分かってる。で俺ら3人多分ほぼ待機みたいなことでしょ。そうそうそう。取れ高がなかったらもうボツやで、この動画。でも喧嘩したやん。お前ら3人で。それが取れ高にはならんやろ。え、じゃあ昼飯何食べたい。それぐらいは稼ぐわ俺が。2万で夜まで突入したるわ。あ、なるほどな。軍資金2万のまま。まあ頼むよ、俺を楽しませてよ。旅行お嬢様やん。協定はどうせリクが行くやろ。いや、ええの。いや、まあ協定と言えばみたいなとこあるからな。まあじゃあ任してくださいよ。で、負けてるで。信じられへんから負けてるぞ。今日有馬は行きたいな、マジで。いいな、温泉な。温泉はマジで行きたい。で、恩返しもね近いしな。近いかも。そうなんです。そこで金がないとやっぱり、うん、買えるもんも買えんからな。そうなんよ。アリマって一人どんぐらいですか。1000円。なるほど。4000円。うわ、でかも。5000円な。お前の分、お前の分はちゃうやん。1匹目や、ほんま。なんでやろ。なんで俺らの旅行から出すねん。言ってたやん、言ってたやん、オープニングで。うん、飯は、だって。いや、じゃあそれはあんたらが負けた場合の話。あ、じゃあお前の飯も、あ、俺らが、なんやん。そしたら、俺後輩やねん。あ、じゃあお前は別で食うとかはもうじゃなしや。あ、俺らが負けた。それはもう、運命共同体や。みんなに、あ、そういうこと。それやったら言ってや。それやったら、もともと歩み沿ってや。別で食うんや、お前は。思ってたからな。負けたらね、みんなが。なんで、なんで、お前、それは。お前、そうつってんじゃん、ボケ、お前。それは言われろ。ええわけだよ。あの、マヤさんいて、マヤさん。あそこめっちゃ高いから、多分すぐ閉める。ここで決めよう。そうしよう。それはどっち？全部自腹で行くのか。いや、全部自腹無料の4000回しか行ってない。じゃあもう共同体にせよ。そうしよう。で、その4000円、その2万に入れろ。とりあえず5000円を競馬でプラスに。いや、しないね。うちゃなさん頼りに行きましょうか。よっしゃ、その台行こうぜ。ということで、まあ彼らはトイレ行ってます、今ね。あー、もう入ってるわ、もう。ちょっと今パドック見に来てます。はい、みんなに見てもらおう。9番かっこよくない？9番な、いいよな。9番はいいよな。9番はいいよ。自分もう佇まい。行こ。よし、じゃあこのレース行く。このレース行きます。なんかね、これね、難しいのが、うん、全員上のクラスから降りてきてんのよ。だから難しい。これ誰勝ってもいいでしょ。あ、そういうことな、うん、おい、誰や。何してたんや。おい、チッコ言ってた。あ、ほんま。クリスはうんこしました。出た。一応言ってきます。これはちょっとやばいな。5番の筋肉やばいんですけど、5番どうなんですか。5番が一番強いんや。多分5番が一番強い。あ、そうそう、今一番。目利きすごな、俺。いいやん。ありがとうございます。5番買いません。え、なんぼにしたいとかわかるけど、うん、まずは刀が。そうやね、わかってる。これな、勝ちって目つむらなあかん。安い決着で勝つと思うやったらやったらあかんし。なるほど。そうそう、そこやから。1000円が1200円になるとかやったもいい。やらんねん、そんな。目をつむるんや、そこ。そう、ドブ捨て、ドブ捨てと一緒やで、それ。それはちゃうと思うけど、ほんまに。だから鍛えちゃう方に行く。なるほど。必要勝率が足りてないんや。そう、エクイティやな。エクイティ足りてないんや。キムヤさん多いもん。ポーカーな。うん、回収率150%やから俺。俺も全部のギャンブル含め120%やから。え、って、エグだな。ギャンブルが 100% 超えてんねん。5人中3人か。普段がおかしいよな、負けてんのか。俺でも 4% やから、あの平均は100%やってんねん。 4%? ちょ、おじりも会えへんのちゃう。マイナスちゃう。とりあえず絶対当たんねん。もう期待値はだいぶ詰めてるから。じゃあね、これ期待値積んだ馬券勝ったらもういいね。当てんでええねん。当てろ。当てんでええねん。じゃあ当てろ。あるな。あ、ちょっとうんこしてた。え、うんこしてた。うんこしてた。見
てたから後ろから見てた。うんこしてた。じゃあお前だ。マジかこいつ。いた。どこ行ってた。うんこしてた。どこ行ってた。こいつマジ。あなたどこ行ってたんじゃ。ウモ見に行ってた。ここで見れる。ここおるよ。ここやから。ここ素通りしてどこのウモ見に行ってんの。ウォシュレットしたからやん。何だったんですか。40頭の269ダス4キロ10番キャンベルダス1キロ5番用大阪ダス1キロ1件増減なし300円7番ロジェットエースダス2番ダス2キロ1番シャインリッパーこれでいきます。でこれ当たる。これ当たりをお願いします。まあ期待値積んでも全然当たらんでも当たらんでも当たらんでも期待値積むっていう旅行じゃないですか。長くやらんあそれ期待値旅行ちゃうよ。ちゃうよ。期待値旅行積んでいくやつ勝ちたいね。飛行機近っ。いいなぁ。なぁ勝利をプレミア演出や。あ、そういうこと。うん、言っとく。飛行機カットイン誰のシャツを。あ、お前やプレミア演出12万分の1ぐらい引いてんの。激レアや。来た。おいいいよ。どう？4と10。今4出てんじゃん。今4が前。あ、10も上がってきてんじゃん、あの端っこの。え、なんかあれ何や。少ないな。少ない。9と7でやな。この4が宝塚。あ、10もいいとこ、外に。いや、10ちょっとやりすぎ。うちで追ってほしいけどな。11いいよ。11やった。4、7、10です。頑張れ。4、7、10。5番だけ注意しよう。1番どこや。最高尾1番。2投目は何が来たらいいの。2690。じゃあ逆に14とか来たらやばいんだ。14もいけますか。あ、勝ってます。龍腕金蔵最後尾や。7はちょっとじゃあ落ちてもらわんとやな。そうやな。落ちる。いや落ちると思う。はいはい。なんか4が一番今いいレースしてるんだ。なるほどな。あのもう展開ついて、あの一番前でな、前ペース出してんの。はいはいはい、はい、他の馬に左右されへんねん。僕がちょっと落ちてます。一番人気5が下がっていってる。今もう落ち、落ち打ってもんな。ちょっとじゃあ一番人気焦ってる。切った来た。え、これ来た。激アツ展開。一番人気の5番が遅い。カラスや。カラスカット今入ってる。すげえ。プレミアマミネカラスカット。大当たり濃厚やろ、はいはい、これも。7がちょっとまだ粘ってんな。7落ちないっす。7が置いてる。9、5、はいはい、こっからこっから。サムチリだ。うちや。5は来ない。うち、頑張れ。10いけ、10いけ。10いった、10いった。で、7ちょっと下がれ。いやいや、すごいわ。でも、いやもう初戦にしちゃう。ミニコミニコ。ええー、顔してるわ。楽しい。いやもう全然やってください。お前しか今喜んでないの。そうやな。お前しか当てれてない。声聞こえへんもん俺。すごいよ。すいません、プラベで僕も当ててます。すごい。このよりも一味ちゃうぞ。それは期待できる。すごない俺このドンピ。すげえやる。すげえ。すごいよ。安そう。100円。プライベートな。プライベート。楽しいな。7500円。だからこれ。9がおるっていうのがやっぱり。俺らは70倍もないねんな。2連単やから。300円やから。300円か。30倍ぐらい。いけいけいけ。お前。一発。おお。3倍や。7000ぐらいプラスや。さすがですよ。横並びも失礼や。キムタクに見えてきた。全然全然よ。なんかリモコン言ってもらおうね。え、まだ全然行ってます。無事行く。勝てるレースがあれば。まあ期待値積んでください。キムタクやん、こいつ。全然ダメだ。私せんやん、ほんまに。この場内ほんま当てる。俺らだけ。天才や。奇跡が起きた。もしかして。え、何レース行く。マジで何本プラスにするかや。重みが違う。
息で言ってるとこうなんもん。そうですね、そうですね。このレースはチャナと俺が先の中で一人で、はい、次のレースはその他の人に、はい、最初はグッと、はい、はい、よいしょ。じゃあ、あっちです、ね、今回俺に行くプラスーちゃんが持ってかけるという。今一応残金いいですか。23,760円で、このレースでどうなるか。じゃあ買い目発表お願いします。結構勝ったんじゃん。高級と90の馬連2点です。あら、僕10頭で578と24578を、うん、マジでここも買ってもらったらほんまにスナックいけるな。絶対今日は無理やと思ってたけど、うん、旅行恒例のスナックが、うん、あ、今日船乗ってるで。船らが勝った船なんすいで、和製タイタニック主人公な。和製タイタニックの主人公。金でどうにかなるよ、それ。なるな。いや、プレミアムスない。ちょっと探そう。さっきめっちゃあったよな。あったから。お、飛行機だ、飛行機だ。お、飛行機だ、飛行機だ。見えるかな。スタートしました、第3競争です。行け。3競争がつきました。ここがラスト、今8番線の花焼き伝統を受けた中で、声ラマやん、あれ。そして4番のキャプテン、カラスポットだよ、ほら。あ、うまい、カラスエンス。頑張れ。9その1、10、はい、きつい、9きつい。いやいやいや、いけます。いける。9のジョッキー、ここのトップジョッキーです。おい、そうなん。もう分かりきってやる。はい、地方はだいぶジョッキーの力出るんですよね。ジョッキー力や、ジョッキーゲーやもんな。だいぶ中腹にいますけど、9番は。いいや、中旬から来る。はい、8、先行刺しの馬。松屋も8は入ってますね。入ってますよ、逆入れた。とりあえず10が大外からバチコーン切り込んだら、はい、めっちゃいいとこおるんちゃう。10全然わからんないけど、10トップ出たら俺マジである。あるよ、あるよ。俺普通にあるぞ、あれ。10上がってきてる。578、これ上がってきてる。245、10外から来てる。早いんちゃう。来てる来てる早いんちゃう。来てる来てる。待って、184とか外から もう1個来てる。何、5や、5。お、いいよ、熱でいい。これはおもろいな、熱でいい。全然チャナもいいんちゃう。9やばい。まあ、9はこっからっすね。さあ、無事だ。いや、俺ら10頭持ってこい。あ、9も上がってきてる。10頭持ってこい。頭9も上がった。5、1ない、1ない。9抜かせ、9抜かせ。5ある。5ちゃん、え、違う、15、1が分かんねえの。1ない、24578、9もない。9ない。3着1、9争いやったぞ。多分2着9まで行ってたらチャナ、うん、ワンチャン。これ当たってた。あ、じゃあ5だ。これじゃないやろ。うわー、1か。1位のままやな。うわ、言うと思う。ダメでした。ダメ。もうプラマイゼロ。いったな。うん。突っ走ったな。ギャンブルのお師匠がね、あのカメラ待ってない時にお前そういう勝負かけたらすんなって。こいつの言うこと聞くなって。いやいや、もう師匠なんで。お前って人生全部間違えてるな。確か。まあまあ、まだプラスですから。そうやな。次ラストぐらいにしましょうか。そうやな。今から4レースやっていくんですけど。新馬戦って言って、またレース出たことない馬が初めて走るレース。おお、あ、そういうこと。はい、でも何もできないんです僕っていうことは。これ期待値もクソもないってこと。そう、まあ、その次のレースとかの方がいいってこと。言うなら全然ケインしてもいいと思う。いいけど個人的にはマジで穴とか狙ってもいいんじゃないのかなと思ってる。そういうもんですよね。だって何来るか分からない。そうそうそう、穴かどうかっていうのをオッズを見て決めると、うん、もはや、うん、オッズゲー、オッズゲー今から。オッズパークやっちゃう。正解。じゃあそういう方向で。チャナさんが今日一番悩んでおります。わ、うん、かんないもんね。勝ったっすか。あ、こいつやる目してるわ。見たわかるもん。俺ずっとあの一緒におったけど、こいつ見たわかんない。今日やる目してる。さっきに買い目発表したもん。うん、なんか多いぞ。下手な人のやり方や、これ。今日の俺は持ってるのかっていうのを調べようと思って。自分のお金でやってそうよ。3連符人気ランキング35位から45位になりました。あ、おもろいかもな。僕も番号覚えてないんで。
まあ、終わってから入れるめくろうかな。あー、なるほど。受験発表、29倍が最安値、ね、8頭立てなのに一番安くて29倍。美味しい。これはすごいぞ。醤油かけたい。醤油かけたい。魚、美味しい。魚の話ずっとうまいうまい言うてな。うまい。言うてアップス困ったからアップス最低か。いるぜ。こんな集団。これは勝てるやつですか。あれったら嬉しいなっていう。ああ嬉しい。いい。これ好き。解明発表。はい。18軸の、23567ですね。3連複。よし、じゃあなんかカットインとかプレミア演出見に行こうか。先に。そうですね。先出てなかったもんな。そうなんや。そうや。そうや。ちょっと待って。カラス軍や。出ました。2体とか3体でも 90% 超えます。カラス軍や。大当たり濃厚やな。やばいやん。でもさっきのあのレースのリプレイの終了画面があの花さやったんで、あれ4、5、6書くっすよ。スロットなの？あ、細身旗マンや。え、なんか。ラオエースあれ。え？ラオレ。ラオール。ラオレ。なんかラオール。ス。ラオール。スタート。四。なんか出遅れたぞ。五出遅れた。四。四看板出遅れ。うん。三番は別に。まあ三番来てほしかったけど。なるほどな。あれ。あお前俺の三やんけ。一三六の。大山。大山。大山のストレインがなんか強いな。いや、いいぞこれ。一番いい位置つけて。一番いい位置つけて。で、一八も先頭じゃん。でも八がちょっと外回ってる。いやでも外のババが結構有利かなっていう。なるほど。しんどいんじゃないんや。で、ババやめてると。はい。一番。インパチね。一番いけるぞあれ。ババってなんやねん。わからんわ。四番がちょっと鬱陶しいやん。四番俺入れてないんや。はい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 、安すぎて。その外番が上がってきてるの。あれや。五番か。いいぞ。展開悪くない。展開めちゃくちゃいい。上がってきてる。上がってきてる。いいよ。あ、七落ちたよ。六は。六のゴール。六はそこか。厳しそうやな。飛行機飛行機飛行機あれしかもあれやろアナちゃんアナ、アナカットイン。アナカットイン。アナカットインめっちゃええやん。位置上がってこいよ。位置うちから来い。位置来い。ちょっと抜けんなよ。四抜けんな。うわ、四抜けてんな。四抜けやんけ、これそれは安い。無理？まだあるかもしれん。まあ、絞りますか。何ごっぱ127。あー、ダメだね。その下や、その下や。まず136や。うん。4ってなんかいる。3、5はおるな。でも2、3、4、1、5、4、5、8、2、4、7、4、5、8。俺は誰を殴ったらいいの？自分。でも、まあ、プラスって考えたら760円。パチンコに任しとけって。そうやん、俺そこもあるから。プラマイゼロで終わってくれてるから、うん、もう一人パチンコ行ってもいいかも。確かにな。そう、減ってないんだ。減ってない。2000ジャグぐらい行きたいか。2000ジャグ。ジャグラー割と好きな。温泉行った時にいつもやる。あれ1000ジャグって聞いてたんすよ。あ、もう折れたんで。2000ジャグ折れてもないし。そうやったよ。回収率どんぐらいなの？あ、でも勝ち金は上ですね。プラットウッド金は勝ってます。じゃあ全然っていいの？いや、いいよ。マッサージありがたいな。昼飯は760円で。あ、これだけか。吹いたところで。
なんかスーパーで買って。あ、エアビで料理変更いたして、タイムレースの発動時刻は14時30分に変更いたしております。ご承知ください。760円な、うん、勝率どれぐらい勝利やろ、ね、俺でも結構ほんま一人暮らししてるから。そうよ、3分の1ぐらいの成功してるよ。なみたいな。760円やろ、期待値かけご飯。期待値期待値かけご飯いい。だって期待値旅行やろ。期待値旅行全然任せて。期待値かけご飯食べたい。KKG 期待値かけご飯食べたい。ちょっと行こう、行こう、やるわ。エアビです。神戸で一番安かったこれね、一番安かった神戸やるな。でも昼飯買ったんですよね。あ、あ、お前作らな、なんかやろうや、紹介しようぜ。まず何本かかったとかも気になる。俺知らんねん。778円。うえー、すげえ。あー、まあまあまあいいや、バリー買い物。見て、え、見て、え、今日のメニュー、チャーハン。ビビるやん。で、醤油とかもなかったから。なかった、ね、そう、海鮮丼のタレと、うん、蒲焼きのタレ、まあ醤油とか、うん、あー風にうまいんかな。ちょっとまあでもびっくりしたのはカルパス買ってるやん。はいはいはい。これ1個30円うん、これ6個買ってんのよ。うん、180円。あ、うん、これでウインナー全然買えたんよ。でもなんか彼はカルパスに走ったっていうのはちょっとなんか怖いなっていう。見えてるから、あカルパスじゃないと、うん、の方や。3分の1は成功させるかマジで期待してる。料理3分の1やもんな、うん、じゃあちょっと料理いいっすか。任せお願いします。はい、ということで調理を始めていきたいと思います。ガムがディープキスしてる。うーれ、入れる時より気持ちいいんです。見ててください、見ててください。これ、これ、ドッカーンってこの感じがすごい気持ちいいんですよね。恵みが流れてる時間の家の時間は好きでしたね。やばいや。うまっ。うまっ。すげえ。うまっ。はい。はい。ありがとう。ありがとう。いや、食べて。素晴らしいな。めっちゃ美味しそう。なんかマジでチャーハンやねんけど。でも、うますぎて。うん、ままびーって言うわ。そりゃ言わんよ、うん、うますぎて。ちょ、女で絶対あの材料からやで。じゃいただきます。どうぞ。レンゲでな。うん、うまままビーガー。うっせーやん。じゃ、うまいで。あ、うまいんや。その貧乏の中では、あー、なるほど。うまい。あー、で、で、じゃあカルパスと一緒に行って。カルパスのばさ。いやでもだから大正解やわ、カルパスが。あー、めっちゃめっちゃうまい。他味ほぼ薄いんや。なるほどね。あ、そういうこと。うん、嫌いじゃないですか。確かに素朴な感じ。うん、素朴、ほんまに優しい。で、カルパスと一緒に行って、なんかうまい。感動しない全然ちゃう。噛んだ瞬間も全部カルパスが、うん。でも彼女の家に結婚挨拶行った時これ出てきたら帰るよ。それは帰るよ、ね、それは帰るよ、ね、うまマビーってやるよ。それこれで元気つけて、うん、健康いって、うん、これちょっと勝てんな。晩飯は神戸牛、神戸牛行ってありまほんぜ。うわ、最高や。旅行やなそれ。頑張る。2万、で恩返しで5000円、スナック、スナックで15000円、4万いる。10万発を1000円で出してくれたら、全然ジャグラーで。うっせやん、何枚いんねやろ。じゃあ行きましょう。おー、行きましょう。やばいぞ、やってもうた俺。お前やらかしてる。俺やらかしてる。
ミメシア、ミメシしてる。せーの、サンバーイ。やってもうた。さあ。だろこれ。また負けたのかよ。なんだよ、うっせえな。練習つけてやろうか。おい、もっとペース上げろ。うっせえってマジで。あと20秒ですね。おい、お前一人でやってんじゃねえじゃん。男気じゃんけん。